はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、やっと実装されましたパンクディアノートちゃんね。マジ遅かったわ。もうスプライトと同時に実装するカードじゃねえとは思うけどね、このモンスター。正直もうちょっとね、早く実装してくれてたらもうちょっと活躍できたかなと思うんですけどね。もう今ほんとね、あのさ、ランクもやったと分かる通り、もうスプライトしかいないんで、遅かったよ絶対これ。一応ね、パンク界のね、救世主がめっちゃ強いんですよ、こいつ。まあ、何するかっていうと、1人の効果それぞれ一旦自動車使用できないんですけども、1番目、手札のパンクモンスターを相手に見せて、どっちか片方を特殊化して、どっちかを墓地を送るという感じですね。で、2番目、このカードがフィールドから墓地を送られたら、レベル5モンスター以外の自分の墓地の、パンクモンスター一体を対象に取って、その4つを特殊化できるよと。で、これ何が強いかっていうと、まあ、パンクの動きをする中で、まあ、セアミンがね一番強くて、でセアミン600ラグ払うとデッキからパンク持ってこれるんですけど、モンスターここでフォクシーチューン持ってくるんですね。でフォクシーチューンの効果で、手札を1枚捨てながらデッキからパンク出せるんですよ、レベル8以外の。だからここでディアノート出してこれるんですね。あ、もちろん引いちゃったら、あの普通にそのディアノートの1の効果で出せばいいんで、別にこれ引いちゃっても大丈夫です。引いちゃっても大丈夫、セアミンと揃ってれば大丈夫だから。で、セアミンの、1枚初動でフォクシーチューンから手札なんか適当な1枚切ってディアノート出してくると、墓地にフォクシーチューンがいる状態になるんで、この8シンクロをしながらレベル8特殊ができるんですよ。だからレベル8に2体並べられるんですね。だからランク8がめちゃくちゃしやすいっていう、そういうねデッキとなってまして、でさらにあのフォクシーチューンの効果で手札1枚切るんですね。だからこれがね、結構ね、セリオンズと相性いいんですよ。なんで、OCG の方でもね、結構ね、一時期ね、割と、大会とかでもよく見た、パンクセリオンズっていうデッキなんですけど、まあ、これが、一応使えるようになりました。マスターデュエルでは。まあ、正直、スプライトが死ぬほどいるんで、なんか影隠れちゃってますけど、やってることは結構強いですね。まあ、セアミン1体から、カオスルーラーで光属性とかね、拾いながら、ランクアーチできるんで、まあ、ロードとか、まあ、それからタイタンギャラクシーとかね。で、上振れれば、普通に、墓地、ちなみにこのデッキめっちゃ、ガチャって言われてまして、このデッキ。カオスルーラーの墓地肥やし5枚が、まあ、そもそもあって、で、そこでまあ、セリオンと対象いいっていうのと、あと、追加でね、ジ・アンデッド・ヴァンパイア出すと、まあ、またさらにもう4枚送れるんですよ。だから、最大なんか9枚ぐらい、セアミンとプラスコストからなんか墓地送れるんで、まあなかなかね強い動きできるんですよ。例えばアルギロシステム落ちればセリオンズ回収できるし、まあカオスルーラーの効果で、まあ、ウサギとか落ちれば回収できるし、あとまあ普通に単純にセリオンズが墓地落ちるんで、セリオンズリングから、レギュラス持ってきて妨害構えたりできるんで、まあちょっとギャンブル要素若干あるんですけど、なかなか強いデッキとなってまして、でさらにエースモンスター追加されました。これが真のエースですよね、パンクの最高エンドパニッシャー。このモンスターは、自分のライフポイントが相手のライフポイントの以下の場合ね、まあパンクって結構ねライフ払うんで割と自分の方がライフ少なくはなるんですけど、この場合効果を何にも受けなくなるという完全体制があります。で一旦に一度1000ライフ払って自分のフィールドモンスターと相手のフィールドカードを破壊できる、除外できるっていう効果と、自分が相手のバトルフェイル中に、ライフの差分だけ打点がバーンアップするっていう効果があるんですよ。これがね、11シンクロなんで、今まで6ラー11シンクロモンスターいなかったんですよ。生体流とかしかなかったんですけど、これレベル8がね、特殊化しやすいんで、このデッキ。まあ、プラスね、レベル3のチューナーいれば、セアミンでもいいし、ウサギでもいいし、ウラルでもいいんだけど、この辺で11シンクロが出せると、さすがに強い。あとね、もちろんパンクデッキであれば、このアメージングドラゴンを出して、バンするっていう動きもできますんで、まあ、なかなか強力ですね。で、これサイキック族レベル3モンスターの種類なんで、一応ウサギも含まれますんで、一応最大このデッキだったら2枚バウンスできるかもしれないっていう感じですね。はい、早速このデッキの動かし方ご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。わー、パンクモンスターいるわ、いたわ。セリオンズリング発動。裏打ってくれ。打っとかない。なるほど。これは一旦エンプレスアラスイアですね。ていうかさ、セリオンズ全種族作んねえか。セリオンズ全種族作ろうぜ、全種族。ああ、なんかずるいじゃん。昆虫族とか作ってくんだから、昆虫族。あ、需要ない。すいませんでした。で、ノーパンクセアミ召喚。
効果発動。おめえ。いやこれ通んな、これで無限包容エフェクトベーラーとか言われたらきつかったですけどね。ちなみに無効系のね誘発意外と飛んでこないですね最近。もうスプライト立ってんで、なんか多分無効系意味ないと思ったんだろうね多分。なんかもうもはやねサンダーボルトとかね、ブラックホールとかそっちの方が飛んでくるね。さてこれ伝説のパンクステリオンズの動きしていくか。でこれでディアノート特殊召喚だ。きたー。いやーディアノートちゃん待ってたんだよね。いやめちゃくちゃ待ったよこのモンスター。何億年待ったか分かんないぐらいでレベルで待ったわ。てかスプライトの同時に実装するの本当にやめてほしかった。セリオンズのところと一緒に実装したら全然セリオンズ活躍できたと思うし普通に強かったと思うんだけど、パンクセリオンズね。なんか知らんけどさ、スプライトの同時期に実装するカードじゃねえよなこれ。影薄くなりまくってっからさ、まあ、そういうモンスターは先に使っていこうと思ってます。はい、多分おそらくね、そのマスターデュエルやら何やらの全実況者がスプライトこすり倒してると思っていた。今、スプライト、まあ、鉄獣スプライトやら、イベルツインスプライトやら、こすり倒してると思うんで、まあ、そういうデッキはだから逆に俺は後回しにしてね。後回しにして、なんか誰も触らないであろう、このパンクセリオンとか、そっち系からちょっと攻めていこうと思ってるわ。で、とりあえずパンクを特殊、これが強い。カオスルーラーしながら、レベル8を墓地から特殊召喚できる、あまりにも強い。ランク8確定。でさらにカオスルーラ効果によってボレアニビル、ニビルって手札に加わるの確定。あーまあニビルかまあニビルだな。まああんまりね、盤面作った後にニビル打ちたくないから微妙なんだけども、まあいいや。でですね、これさ墓地ちょっと見ていいか。さすがに一旦ロードだな、まあ、ここね。なんかめちゃめちゃ上回れてると普通にジ・アンデッド・ヴァンパイアとかをかましに行くことはあるんだけど、まあ、とりあえずセリオンズエンプレスアラスティア、アラスティアを特殊召喚して、でボレア装備で、ボレア装備解除。ニビルいる？まあ一応ね、一応いるか一応な。でこうして、さすがに魔法向こうは立っといた方が良さそうだな。タイタニックギャラクシー、これ一応ですけども、まあ、結構頑張って回したんですけど、タイタンギャラクシーで魔法向こう1回。で、ギャラクシーロードの方で、モンスター効果向こう1回。で、セリオンズリングでモンスター効果向こうは除外が1回。で、レギュラスの効果で何でも向こうが1回です。これ、できればね、カオスルーラーの効果であれ落ちてほしかったんですけど、アルギオシスとか落ちておいてほしかったんですけど、あ、それはね全然無理だね。これどっから使おうかな。ロードかな。クロスは除外できるから一応ロードの方がいいな。ロード向こう一応4妨害、まあニビル含めたら5妨害みたいなとこあるけど、ニビルは自分がめっちゃ苦しくなる気がするのであんま打ちたくないから、まあ、4妨害ぐらいなのかなこれは。ちなみに一応セリオンズリングの効果で戦闘破壊耐性一応あるんで、全員が結構強いという話です。あー、スプライツ来たー、キャロット、ニンジン来たー。いや、こっからどんだけ展開してくるかだな。ニンジンとレッドか。ニンジン、レッド、あとブルーなかった。ブルージェットないんだったらまだ何とかなるわ。ブルージェット、奥だけ。あー、エルフね、オッケー。エルフか。いや、これアルギロシステムあればな。セリオンズリング最強あったんだけどな。無効にして除外とかいう世界最強の除去ができたんですけど、カオスルーラ君が若干仕事サボったんで、まあ、クロスは打つんですよね。これ除外だね、除外しよう。でまあ最悪もモンスター出てきたらもういいや。でこれギガンティック出てくるのもいいや。もうなんかもうしょうがねえ。もしもう一体でも、もう一体だとしたらもう一回出してると思うんだよな多分。さすがにもうないでしょ手札に。レベル2参戦の際やりますね。まあそれは普通に大胆ギャラクシーで無効にできる。オッケー、よし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 、耐えてる。オッケーオッケー。これ効果無効なんでもう1枚あっても打てませんね。墓穴、あ、キングレギュラス、うわ、うざ。あーでもこれ使うしかないのか。これ次のターンはセリオンズリングじゃなくてレギュラー使えなかったらきついもんな。いや、あの天反応何あれ。
使うしかないよねこれ。使うしかないで、レギュラスモチ送って、バカーナ向こう、あのハンド何マジで。あれがめっちゃ怖いわ。これでなんか質にブルー特殊感とか言われたら俺切れると。あ、オッケーオッケーオッケー、あぶねー、全部言う使わされたわ。あのデッキ手数多すぎ、やばいマジで、手数の鬼だわ。あ、本当にカオスルーが出てくるのか。ではルーラーが出てこれるということはだ、これはさすがに勝ってそうだな。ギャラクシーアイズ、ホットンロードの上に重ねてオーバーレイネットワークを再構築や。ギャラクシーアイズ FA からの FA 効果発動、 FA の効果によってこれ破壊しながら4000、3000であと1000ね。だから一応これでカオスルーラ出して、はい、OK で光と闇除外。このねパンクがね、光と闇のめちゃくちゃ優秀なんですよね。めちゃくちゃ優秀。ちなみにオーガナンバーから入ってセアミー持ってきた場合、もう光闇揃うからね、墓地に。バトルフェイズキャップショラー対戦ありがとうございました。先行取れればまあギリギリいけるけど、誘発には弱そう。これ一話でもうさぎちゃんね、スプライトになんか刺さりそうで、なんか刺さらないんだけどさ、これなんか普通したらこれ高校マークとかはいいかもしれないこれね。なんかサンダーボルトとかブラックホールが意外となんか効くらしくて、なんか 割と積んでる人多いなって印象なんだけど、結構なんか俺が自身がさ今全然スプライト使ってないからないけど、あれだけど刺さってるかどうか分かんないんだけど、相手打たれないからスプライトの盤面でね。このデッキだと普通にセリオンズで止めれるからなんとかなるんだけどさ、鋼やめろ、よしオッケー、このうららのエフェクト音もいいですよね、シュ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 っていう、はい、でこれは一旦止まっていただけたのでなんとかなりそうですね。とりあえずリングからかな、一応うららチェックして、さあ、あ、なんかあるな。あの増殖数字だけ本当にやめてほしい。あー、オッケー、それはいいや、それは全然いい、それは全然いいっす、持ってるんで。持ってるんで大事っす、オッケーオッケー、全然オッケーで、無人機関アルギロシステムかいう謎のカード使って、でここでリリーボレアでいいか、ボレアの方が強そうだな、さすがにクロスは構えられた方がいいかな。はい、でセリオンズキングレギュラーその効果、自分の墓地からリリーボリアを装備しながら特殊感、オッケー、増時食らったら貫通して動いていくしかないやつ、もはやこれでも止めても結構いいか、これで止めるのもありだな、普通に増時食らったら。それがやっぱセリオンズのいいところだよね、なんか止まったらなんかとりあえずレギュラスで頑張るみたいな。レギュラス君結構頑張ってくれるからね、なんだかんだ、まあ、とりあえずこう持ってるんじゃないですか。で、雪うさぎとかいう意味不明モンスターもいらないよ、これ。ちなみに、サンチューナなんでね、最強パンクモンスターである、最高エンドパニッシャーがね、一応出せるんで、まあ、悪くはないですけどね、相性的には。緊急テレポートで出せるんで、まあ、1枚は入れた方が、入れといた方が、小回り効いていいかなと思ってんだけど、なんかね、言うてスプライトになんか効くとかいう話だったじゃん。だからそんななんか、なんかあんまなんだよな、感覚的には。やってる感じ、みんなどう、なんか誘発2枚以上打てないと止まんないっていうのは本当にその通りだってなったね。山ちゃんもう誘発とかなんか入れてる暇ないから、なんか全部っぱカードなんかぶっこんでなんとかするみたいなね、なんか相手の盤面にキャロットがないことになるみたいな、そんな感じの動きした方がいいんじゃないか説は結構ある。でルーラー効果で、はい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 、あ、弱いねバカ弱いやんけ、ふざけんなよ、バカ弱い。アルヒロシステムを使ってるもんな俺、このターン墓地送るために使ってるもんね。いやでもこれ人格した方がよくね人格した方がいいっしょ、光闇落ちるかもしんねえもんな、光闇落ちろ、
光闇落ちろ。ウサギがいるから闇落ちればいいんだな。つまり闇落ちろ、闇落ちろ、闇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 。何、何が落ちた。光だー、いらねえ、遅いんで。逆だよ、逆、逆だろしょうがねえな。パンク出すか、パンク出すしかねえ。ほらで、デスピアン効果で、それはもうどう、まあ止めなー。いや結局なんか楽園融合を取っと、楽園融合を止めればいいから、あの時、多分あの時は楽園融合を止めればいい。そんなもん、そんなどうでもいい。いい、大丈夫大丈夫大丈夫、なんかなる。でセリオンズリリーボレアを墓地送りながら、多分ねディング結構うざいと思うんだよね。なんだかんだこの戦闘破壊耐性があるっていう、これ結構強いと思うんだよな。いや結局何もできないか。いや闇落ちてればな、今ワンキルだったんだけどな。マジでガチャ失敗したわ今回。ちょっと今回ガチャ失敗ですガチャ失敗して草で、ですね、先にセリオンズリングの効果こっち先でよくて、でリング効果でボレア、でもそれこう、そうか、これボレアで回収できるからあれか、あのランカチ出るな一応。あ、俺リリーボレア使ってないよねまだ。で殴るでしょ、殴るでしょ。楽園はさすがに魔法無効でしょこれで。セリオンズリリーボレアで特殊召喚して、オッケー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 。でタイタンギャラクシーだ、危ねえ。オッケー、これでこう一回ね戦闘破壊を回することによって結構墓地に送ったカードが回収できたりするんで、まあ言うてだ今これ9枚送ってますからね墓地に。あ、危ねえ、60秒しかない。タイタニックギャラクシー出す前にさ、ジ・アンデッド・ヴァンパイアとカオス・ルーラーで5枚4枚送ってんじゃん。9枚落ちたらさすがに強いんだ、大体大体ね。さあこれで楽園融合とアルベルはいいよ。あ、いい、全然いい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 。あのデッキは魔法カードを一生止めろっておばあちゃんが言ってた。おばあちゃんは言っていた、天を司る男。さあどっから赤の楽、何赤の楽園だと。ああそうか、デスピアンか、デスピアンがある。まあでもそれはセットはいい、いいよ、それもいい。結局発動した後に止めればいいから。なんか楽園融合パクリよこれ。楽園融合をタイタンギャラクシーの下の下敷きにしよう。そしたらもう一生デスピアンでセットできない。よし、うおー、希望海流タイタニックギャラクシーのモンスター効果、相手が発動した魔法カードの効果を無効にし、そのカードを自分の下に重ねる。プルーポーン、よし。さあ赤の楽園打つか。あー、オッケー、まあ、これはさすがに無効、さすがに無効、さすがに無効です。でまあコストはエギレスしかないんですけど、まあしょうがないですもんね。さあこれで魔法カードが2回無効になってきついだろ、さすがに。カード1枚セット、あー怖いねまあでも魔法カードであれば大丈夫なんでな。あれなんだろう、一番やばいのは楽園追放ですね。楽園追放が一番めんどくさいっすでとりあえずレギュラスを手札に加えます。でレギュラス出します。対象はリリーボレア、オッケー出せる、はい、オッケー。でこうするでしょ、でエフェクトベーラー、きしょその癖何、その癖に自信握ってこと。うわー、あれあの癖なんだろうな、追放くせえな、なんかこの動き追放じゃね、この動きなんか追放な気するんだけど。ここでエフェクトベーラー打ってくるってことは、あでも追放に遅延すればあんま関係ないから、それあんまあるか、あんまり関係ねえな。今なんかとりあえず癖に自信に来たっていうことわかる、ここで自信に来ってなんだって話だけどね。あのデッキ入ったの追放ぐらいでしょ。赤の楽園だったら大体ギャラクシーで見込んでいけば別にどうでもよくて、まあ、とりあえずデュークエル持ってくるじゃないですか。でまあ、とりあえずアンデッドヴァンパイア発動を取り除いて、
これで、カオスルーラーも多分さすがに蘇生できるでしょ。で、モンスター特召喚。はい。あー、なるほど。こうだな。ほんでだ。カオスルーラーだな。で、光属性と闇属性を墓地から除外して、カオスルーラーを特召喚。こんだけね、どでかいモンスターが並ぶのがこのデッキのいいところですよね。無限にね、無限に蘇ってきますから、こいつらは。そして、レベル8のモンスターが2体でオーバーレイ、エクシエズ召喚、現れろ、シーオルフェゴール、ディンゲルス。そして、ディンゲルス、特殊召喚成功時効果発動。追放きちぇ追放きちぇ、そんなところだと思ったんだよな。で、アルベル特殊召喚して、で、フィールドモンスターで融合する。これはでも、アルベル、マスカレードとか、クエリティス出せんのか、これ。クエリティスめんどくさくね。クエリティス鬼めんどさんだよ、俺。あいつさ、あいつ特殊召喚されて、これ、効果でさ、墓地送ったらさ、アルバス出てくんだよね。やばいやばいやばい、さすがにそれはめんどくさい。さすがにめんどくさい。アルバス出てくるとミラージェード飛んでくるから、ちょっと待って、これはこっちじゃないといけなくて、やるやんけ、あいつ。いや、これバトルフェーズじゃねえ、これ一回。これバトルフェーズ入る詐欺しよう。オッケーオッケーオッケー。で、クエリティス効果発動するって、メインフェーズもちろん続ける。もちろん続けて、で、上から、やばい、時間がな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 い。時間ない時間ない時間ない、ペインゲーラー、オッケー、急げ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 、で、セムシンズ、オッケー、2200でしょ、で、4500だから、これで、セリオンズ出せば足りる。で、墓地からデスピアンの道家よみがえってくるから2体出さないといけなくて、これ装備して出す、オッケー。でこれでバトルフェーズ、バトル。危ない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 、あと9秒、あ、うるさい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 、もういいやいいや、うるさい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 、で、アルベル、オッケーオッケー、それはもう全然いい、オッケー、危ない、オッケー、あ、うるさいうるさいうるさい、危ない、セリオンズ2曲うるさいよ、危ない、残り5秒の勝利、くっそ、危ねえ、うわ、なんもねえ、まあハンドはまあそこそこだな、悪くはないぐらいの感じなんだけど、ヴィーナスはやばいのでは、ヴィーナスはやばいね、これもしかしてだけ、いや、そんな、いや、まさかな、いや、まさかな、そんなわけない、抹殺してやがった、舐めやがって、チキショウ、チキシ、あー、やばい、やばいこと起きてるかもしれない、ガチでやばいこと起きてる、やばい、セカンドチャンスをやばい、やめてくれやめてくれ、オッケー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 、うら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 う、俺やられるとくっそうぜえな。アルカナフォース早く禁止にしろ。